皆さん、こんにちは。製作企画研究所、プロジェクトオリーブ、株式会社、トライユカの中島ユカです。中島ユカのそこまで言うかの時間がやってまいりました。オンエアでございます。はい。久々にですね、新宿まで、えー、移動しました。すんごい久しぶりに私、 新宿に来てるわーっていう2月までだったら毎日とは言いませんけど何かの用事があって新宿にねこう何気に行ったり来たりしてたんですけどこんなに久々に見る新宿のシーンかっていうほどすごくこうあの久々感っていうのがねありました先ほどねあのお見せしましたあの小道具なんですけど YouTube をね 配信するときに、この後ろのですね、この苦弱のカーテンなんですけど、これ賛否両論ありまして、このままでいいっていう人と、もういい加減春になって暑苦しいからさ、夏バージョンにしなさいよっていうね、意見がね、二つあるんですけれど、あの、売ってないんですよ、今。まずお店が開いてないということと、ネットで、え、購入しようと思っても、ないんですよ、とにかく。 なので、まあちょっとしばらくまだね、いつもの柄みたいな感じなんですけど、その代わり、少し、明るくね、した方がいいって言われたので、買いましたよ、これ。これ。ジンライトってやつですね。これもね、ようやく手に入って、北海道と岡山に一点ずつ在庫があります、みたいな。あ、じゃあまあ頼んでください、みたいな感じで、はいはいはい、みたいな感じで、まあようやく今日来たんですけれども、顔のサイズもきっけど、 態度も大きいし、この輪っかを通すのは当然無理って、まあ、そんなことするわけじゃないんですけどね。まあ、これで、なんかここに光が差して、私のこの顔が、ただでさえ美しいのに、もっと美しく、明日ね、ちょっとチャレンジしてみようかなと思ってます。皆さんにご案内しました、Facebook 版の山口の之さんのですね、あの、応援サイトということで、 山勝実行委員会とフェイスブックのあの応援サイトってどう違うんですかってね、質問が来たんですけど、一緒です。同じものですね。で、山勝実行委員会というのはですね、フェイスブックのアカウントをお持ちの,あの方が、まあ一応今参加できるということで、この前の YouTube 配信、その翌日からですね、すでに、あの、割とお問い合わせをいただいておりまして、 まだちょっとね、規約とかできてないうちに、え、もうって感じで、本当にね、それは本当に嬉しいな、というところなんですけれども、まずですね、あの、今日は、えー、入り方がね、もし、あの、わからないっていうね、方もちょっといらっしゃるので、えー、Facebook の山勝実行委員会、山口則之氏応援サイトっていうのをですね、ワード検索をまずしてください。そうするとね、 こういうあのページが出ると思います。ちょっとご覧ください。どうぞ。<music> はい。えー、これ山口紀之さんの、あの、著書がね、2冊並んでるものですけれども、下にグループに参加っていうのがあるので、そこを、まあ、あの、クリックなりタップなりしてください。 そうしますとですね、えー、ほぼ次のようないろんな質問がね、えー、現れるかと思うんですけど、ちょっとね、えー、一例をですね、だいたいこんな感じっていうのをちょっと見ていただきます。画像でね、どうぞ。<music> はい。えー、あなたは山口のりさんの勝訴に向けて応援する意思はありますかとか、 えー、あなたはあ山口のりゆきさんを応援するために具体的に何をしたいと考えていますかっていうことであの選択肢という感じでですね選んでいただくっていうところまずですねあの参加するにしても本当に山口さんを応援する あの、まずお気持ちがあるかどうかっていうところをね、やっぱちゃんとね、それはグループとしてはですね、確認したい。まあ当然のことなんですけど、え、以前ね、あの、私が、あの、参加していたね、グループは、えー、非常にボリュームのあるグループだったんですけど、ほとんど機能していない。そして、私も、あの、知ってる人がね、そこにいらっしゃったので聞いたら、 私、そんなグループに入った覚えないみたいなね。ただ単に、人の人数だけね、稼いで、で、中のあの、機能はほとんどなくって、何やってんだかわけわからない。過去にね、いたそこの、あの、メンバーで今いない人をね、ディスりまくったりとかね。おおよそね、山口さんをですね、あの、応援する、まあ、グループにはね、ほど遠いなというような、そういう運営したくないんですよ。人数のね、ボリュームは、それは、 ないよりはあった方がいいとは思うんですけれども、我々はですね、それよりも、本当に山口のりゆきさんというジャーナリストを、まあ、応援したいという、あの、人がね、いらっしゃるということに、やはりあの、注力したいな、というのがありますので、質問事項をですね。ちょっとお聞かせ願うな、っていう感じです。でもうここでね、山口のりゆきさん応援する意思ありますかってありませんって言ったらね、あの、次には進めないようにおそらくなっている。 はずです。で、もし進めたとしてもですね、それを、あの、チェックする管理人さんと、モデレーターさんがね、まずそれをチェックします。必ずヒューマンチェックを必ず、あの、するようにしています。組織のですね、えー、セキュリティチェックに関しては、別の管理人さんとモデレーターさんにですね、担当をお願いしています。最後にですね、ちょっとこれをご覧ください。 えー、山口さんをね、応援したいと思った、まずね、やっぱり動機を聞きたいと思ってます。彼を応援するために、やりたいこととか、それからグループへのその希望とかね、何かあれば自由に、そこは、えー、文字を入れていただく、という感じで記入してもらう、という風になってます。すべてのね、チェックがメンバーとしてね、参加していただいていいだろう、という風になると、一応、 承認されましたよというこういうねあのー、画面が出てくると思います。ちょっとご覧ください。はい、ええー、グループ内でですね、まああのー、投稿とかコメントがねできるようになりましたよと。その段階からですね、えー、多分自然に我々のグループに参加していただくという感じにおそらくなっているかと思います。 今回ね、タウンミーティングとか、それからファンクラブではない。やはり、あの、裁判っていうね、大きな重要なテーマの中でのその応援サイトっていうのがありますから、誰でも彼でも、管理人も、そんな人知らないっていう人をですね、闇雲に、あの、参加して、そしてその無責任なね、運営をね、やっぱりするという、そういう気持ちってやっぱりないんですね。 なので、えー、我々のこの山勝実行委員会に関してはですね、今、えー、管理人がですね、4名、えー、います。そして今、モデレーターが1名なんですけど、いずれかの管理人、誰かとは Facebook 上では友人関係、いわゆるフレンドですね、友人申請と承認をしていただくということがですね、えー、条件となります。で、 誰か知らない。みんな知らない。誰なんだろうっていう。ちょっとね、そういうのは今回はやめようっていうことにやっぱりなりました。それはね、あの、いろんなグループあるんですけど、やはり何らかの形で、えー、誰かと一人その、まあ責任を持ってね、運営していくその管理人とですね、まああの、ちょっとリンクをね、やっぱりね、して、 いない。もう見ず知らずのね。で、しかも、ネット上ってリアルにお会いすることっていうのはまずないですから、せめて、私たちが今回立ち上げた山勝実行委員会の中に、えー、やっぱり参加したいという方が、どなたかとは一人、えー、友人という形でね、あのー、リンクしているということがね、今回のやはり、あの、条件という形にえさせていただいています。 えー、皆さんわかりましたかね、まあ、私のみならず、他の管理人さんと、えー、普段、えー、日頃からお付き合いがある方とか、そういう方は、えー、彼らと、えー、友人申請をして承認をして、それから我々の、えー、委員会の方に入って、えー、参加していただけたらなというふうに思っています。では、えー、今日はですね、山勝実行委員会山口則之氏応援サイト、Facebook 編のですね、 はい。参加方法のお知らせを配信いたしました。次の配信をお楽しみに。またお会いしましょう。